お疲れ様でございます。競技懇談会をこれから始めさせていただきます。まずは、松野代表からよろしくお願いします。どうもお疲れ様でございます。まあ、日曜日の、両党の合意に基づきまして、実務者会、小沢幹事長、小戸幹事長、そして松井幹事長、この3名に3つの党名に今絞り込んでいただきました。その3つの党名を、これから皆さんに投票していただいて、決めるというあの時の合意通りに、今日は運んでいきたいというふうに思います。まあ、この間いろんな、議論、紆余曲折ありました。まあ、これも生みの苦しみの一つとして、乗り越えていきたいというふうに思いますし、まあ、こういうことが重なりながら両党の関係がより一層強くなる、このように思っておりますので、まあ、随分江田さんとも小野さんとも、本音の話、ガンガン言い合いもさせていただきましたけれども、まあ、これも仲間の中の、強くなる、一つの方法かなというふうに思いまして、非常に良かったかなというふうに思っております。どうかですね、これから2つの党が1つになる、まず第1弾のプロセスでありますので、ぜひ、いい結果を出していただきますよう、皆さんに期待をしております。以上であります。ありがとうございました。ありがとうございました。見事お願いいたします。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。日曜日は本当に我々らしく、カンカンガクガク政策の議論をいたしました。こういった文化は大切にですね、新党を結成していきたいと思います。今松野さんからもお話しあった通り、もうまさにこれは生みの苦しみです。産む時の苦しさを知れば知るほど生まれてきた赤ん坊の大切さが分かるということもございますので、まあ、しっかり、新党としてまだまだ大枠の大枠です。今日名前が決まったからといってまだ積み残された問題いっぱいありますので、関係議員の皆様のですね、21日に向けてのもうご尽力をお願いいたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。マスコミの方、退出をお願いいたします。それではただいま、右から2番目の人ちょっと邪魔だな。新しく来たか。会津新聞。すいません、一番後ろの先生方、なるべく前の方の肩と肩の間から顔を出すように。今ちょっとテレビをセットしてるらしいので、ちょっと時間かかります。ちょっと早くお願いします。すいません、すぐやります。いいですか、テレビ。すいません、もう少しお待ちください。ありがとうございました。カメラが必要な、それではただいまから、記者会見を行いたいと思います。先ほど、日本維新の会唯の党の、合同両院議員懇談会が、総会が開会をされまして、そしてですね、3つの党名の、案からですね、投票していただきました。維新の党、改革維新の会、そして維新の党、この維新党、この3つで投票していただきました。で、その結果ですね、維新の党が41、改革維新の会が10、維新党が0、まあ、こういうことで、一番多かった維新の党、一番多かったですね、維新の党が
新党の党名として決定をいたしました。よろしくお願いをされたいと思います。どうもお疲れ様でございます。今谷畑両院議員総会長から、発表していただいたようにですね、維新の党ということで党名が決定をいたしました。これは日曜日の両党の合意に基づいて、実務者の参幹事長が、3つに案を絞ってその中から、所属議員の投票によって決める、この合意に基づいて行われました。これから21日の決闘大会までまだまだいろんな決め事がありますけれども、2つの政党が1つになる、そして国民の皆さんに期待をいただくということで、生みの苦しみということで、今乗り越えていきたい、そして必ずや保守の改革政党として皆さんに、しっかりと支持をいただけるような政党として作っていきたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。私からは以上です。何か質問がありましたらいいですか。そしたら枝田代表から少し挨拶をお願いいたします。皆さんお疲れ様です。名は体を表すということで、もうそれは国会議員にはそれぞれ思いはあります。しかしですね、決められたルールに従って最後全員投票で、決まりました。この維新の党、この維新の党の旗印のもとにですね、一致結束して、政権交代、野党再編に向けて全力で、突き進んでまいりたいというふうに思います。今後はですね、この維新、これはこれ新たなりですね、目的語はないんですよ。この目的語を入れるのは政党の綱領であり基本政策です。ぜひともですね、21日までにこの安倍自民党に対峙しうる違いの分かるエッジの効いたですね、しっかりとした旗印を立てて、そして、安倍自民党と臨時国会論戦をしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。以上をもちまして、記者会見終わりたいと思います。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。まず両代表でこの新党の報道を持っていただいていいですかね。終わりますよ。はい、終わりです。